パワーマック、パワーマック、パワーマックはアップルコンピュータがかつて販売していたパーソナルコンピュータのシリーズ名。CPU にアップルコンピュータ、IBM、モトローラの3社で開発したパワーピー PC を採用している。パワーピー PCG3 を搭載する機種まではパワーマッキントッシュという名称であった。2006年8月の WWDC でインテル製。 ザイオンプロセッサを搭載した後継機 Mac Pro が発表され、PowerMac シリーズは収束した。1九9九年八月発表、九月の発売時に CPU の製造問題から、クロック周波数を五十メガヘルツずつダウンという、前代未聞の措置が実施された。形状、素材を PowerMacKintosh 主さんから引き継ぎつ、表面はクリア仕上げ、グラファイトと、 ホワイトという配色に変更された。ハンドルは無色透明となっている。モデル名のマッキントッシュはマックに短縮された。最終モデルは2003年まで販売された。基本的な教材の構造を変化させないまま G3 から発展させたため、特に後期モデルにおいては冷却ファンの騒音が問題となった。発売当初、CPU に使用されている。 アルテベックと言われる技術の軍事転用への懸念から輸出管理対象となっていた。パワー PC7400350MHz、400MHz、ADB ポートの痕跡を残したロジックボードを利用しており、パワーマッキントッシュ G3 ベースであることを伺わせる。パワーマッキントッシュ G3 同様の高速 PCI バスにグラフィックカードをユース。開発コードネーム、UX。 1999年8月発表、2000年2月16日、発表、50MHz 速度アップ。パワー PC7400350MHz、400MHz、450MHz、500MHz、ソートゥース、開発コードと呼ばれる新設計のロジックボードを使用し、AGP バスにグラフィックカードを有する。パワー Mac 初めての AMac 搭載機であり、 DVI コネクタを搭載する最初の製品である。独自開発のアニノースシステムコントローラとキーラルゴン、i、O コントローラを搭載したコア99アーキテクチャは、その後の G3、G4 搭載マッキントッシュアーキテクチャの基盤となった。2000年7月20日発表、パワー PC7400400MHz、デュアル 450MHz、デュアル 500MHz、 AGP モデルに10、100、1000ベース、t e サネットを搭載したモデル。DVD、ラムドライブを搭載するモデルも存在する。開発コードネーム、ミスティック。詳細は、PowerMac G4 Cube、PowerPC7400-450MHz、500MHz、PowerMac 500 G4 のパフォーマンスを備えた、革新的なモデルとして発売された。 パワー p c 7 4 5 4 6 6 m h z 533MHz 667MHz 733MHz デュアル 533MHz CPU カードが若干変更されシステムバスが 133MHz に変更されたことから PC133 準拠のメモリを利用するモデルデジタル オーディオという名は専用のミニプラグを用いたスピーカー端子が付き、その他音質的向上を図った設計がなされたことから、スパードライブ、DVD-R、CD、RW ドライブが搭載されたモデルも存在する。開発コードネーム、クロックワーク、タンジェント、パワー PC745733MHz、867MHz、 デュアル8 0 0ヘルツ、全面パネルのデザインが一新され、シルバーベースのカラーに変更になる。DVD ロム、スパードライブに加え、安価なコンボードライブ、DVD ロム、CD-RW 搭載モデルも加わった。開発コードネーム、タイタン。800MHz、933MHz、デュアル 1GHz、Apple 史上初めて 1GHz の CPU が、 搭載された機種。最後の MacOS9 単体インストールディスク付属機。開発コードネーム、ニクロム。パワー PC7455 デュアル 867MHz、デュアル 1GHz、デュアル 1.25GHz、クイックシルバーのデザインを活かしながら、光学ドライブ搭載位置を中央に変更しに大搭載可能と、下モデル。そのドライブ用ベゼルが、 ミラー状になっていることから、ミアードドライブ、ドアーズと呼ばれる。また、この機種より、内部設計が、大幅に変更され、システムバス 167MHz か、DDR メモリの採用、HDD の最大可能接続数が、従来の2台から4台に増えた。開発コードネーム、P57、パワー PC74551GHz、デュアル 1.25GHz、 デュアル 1.42GHz、FireWire が、より高速の FireWire800 準拠となったモデル。このモデルは、PowerMac G4 で唯一 Mac OS Q での起動が、不可能である。開発コードネーム、P58。PowerPC 7455 2 5 g h z デュアル 1.25GHz、業務用等で、Mac OS Q での起動が必要なユーザーを、 サポートするために販売されたモデル。このモデルが PowerMac シリーズではクラシックではない MacOS9.2 にで起動ができる最後のモデル。2003年6月24日発表。発売までの約2ヶ月間で予約件数は10万件を記録した。同年9月発売開始。PowerMac G5 は Mac 発の 64bit CPU 採用機種であり、筐体は アルミニウム合金に変更された。CPU は G4 と比べ高性能だが消費電力が多く高熱になるため前面はメッシュ構造で大量の空気を吸気できるようになっており多数の大型ファンを利用しエンクロージャ内部を通過して効率よく冷却できるようになっている。G5 は G4 と比べ高いクロックで動作するほか不動小数点演算能力が 大幅に上がった。パワー PC970、デュアル1.8以外は前期と同じラインナップとなる。パワー PC970、970FX、パワー PC970FX。最後の PCi スロット搭載、Mac、パワー PC970FX。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。